皆さんこんにちは、大堀123さんでございます。今回もアコギのすすめやっていきたいと思いますけれども、テーマはですね、ダウンチューニングの利点とはということでございます。ダウンチューニングと聞いてね、まあピンとくる人来ない人いると思いますけれどもね、まあそのまま言葉の通りですよね。普段のギターのチューニング、通常のいわゆるレギュラーチューニングと呼ばれるものは6弦から E、A、D、G、B、E とこういう配列になってるわけですね。そのレギュラーチューニングよりも音を落としてね、やるチューニングのことをダウンチューニングというわけです。ダウンチューニングの典型っていうのはまあ僕は2つあると思ってて、それがね、6弦から E フラット、A フラット、D フラット、F シャープ、B フラット、E フラットっていう半音下げチューニング。レギュラーチューニングよりも1フレット分下がったと思ってくれたらいいんですね。あとはもう一つ、これをさらに落とすんです。半音下げからさらに半音を落とした1音下げチューニング、つまり6弦から D、G、C、F、A、D という並びです。レギュラーチューニングからまあ2フレット分下がったと思ってくれたらいいんじゃないかなと思いますけれども、でそのダウンチューニング、まあ今の1音下げとか半音下げのチューニングの利点ってじゃあ何なのかということを言っていきたいと思うんですね。ダウンチューニングする理由っていうのは歌物なんかで、レギュラーチューニングの演奏なんかやってるとキーが自分のキーに合わないという時にですね、ダウンチューニング、さっきみたいな1音下げ半音下げってする場合もあるんだけれどもね、レギュラーチューニングの状態でね、こういう C のコード進行なんかがあったとして、この C のコード進行なんだけどものすごい高い声出さなきゃいけない、例えばこれ結構高いじゃない、でなかなかこういう声って出しにくいんだよなと思うじゃないですか。このキーはなかなか自分に合わないと、で C のフォームのままでキーを落とした状態でねやりたいなと思うわけじゃない。そういう時に一音下げの状態でこの C でやったりすると、みたいな感じでちょっと落ちるでしょ。でこのキーだと、あ、なんか歌いやすいなと、例えばね。それだけでもなくて、ギターの演奏自体がスムーズにできるようにということも一つあるんですね。例えばですね、 B のコードあるじゃないですか。 B って言ったらこうなるわけですよね。これだとアコギ1本じゃなかなか弾きにくいってことで、2カポの A フォームとか4カポの G フォームとかでなったりする場合が多いんですよね。だけどね、やっぱカポつけたりすると、まあ思い切って上がるようなもんだから、なんかちょっとこう重みがない感じになるわけですよ。要するに半音チューニングで落としたら B のキーっていうのは C のフォームで演奏できるわけでね、要するに。そしたらね、こんな感じって感じでカポつけないでこうスムーズにね、まあ低域もきちっと聞かせることができるという利点も含めてなんていうのができちゃうわけ。通常のレギュラーチューニングではカポをつけなきゃいけないような弾き語りにするには中途半端なコードなんか出てきたりすると、じゃあこれ半音下げた方が早いんじゃねとか、一音下げた方が早いんじゃないとかっていうことになることもあるわけですね。あとはね、もう一つ言えば、今もちらっと言ったけど、低域がふくよかになるわけですね。チューニング落とせば落とすほど低域なんかはやっぱ太くなってくるしね。例えばレギュラーチューニングでこうやって E のコード進行、なんていうのあるとしても、半音落とすとね、E フラットになるわけだけど、ちょっとやっぱり太くなるでしょ、やっぱ低くなるから。という感じで太めの音を出すことができるという利点もあると思いますよ。あともっと言うと、通常レギュラーチューニングだとD のコードってことですね。まあどっちかというとレギュラーチューニングの D っていうのはハイが中心になるっていう感じがねあると思うんだけれども、一音を落とした状態の E にすると、まあ同じ音が出るわけで、っていう感じで、まあ、違ったキャラクターの音が出せるよということなんですね。まあ、というわけでね、まあ、ダウンチューニングっていうのは、まあ、キーに合わせることができたりとかですね、あるいはカポをつけないと弾けなかったコード進行ってものが一音落とし半音落としをすれば、まあ、ローコードの状態でできるし、かつ低域がものすごい深くになるよというところもあるということですね。まあこれを分かってくれたらなと思います。
思います。だけども大きな難点を言うとですね、弦をいちいちペグ回して下げなきゃいけないし、弦も消耗します。場合によっては弦が切れる可能性もある。僕もね、1音落とそうかなと思って1音落としてた時にパーンと弦が飛んだこともあります。レギュラーチューニングに1本取っておくとか、半音下げ用に1本取っておくとか、そういう感じで使い分けですね。これもやっぱ使い分け必要なんですね。例えば長渕さんのコンサートなんか行ったことがあるんだけど、ステージの脇に大体ギターいっぱい置いてあるわけです。そのギターの大半っていうのはほとんどもうレギュラーチューニングが多いわけだけど、その中でも例えば1本2本ね、半音下げだったり1音下げだったりっていうね、ギターもあったりするしね。僕らは尊敬している方々もね、そういう風に使い分けをされてるわけですから、できればですけど、まあそういう使い分けをね、やったに越したことはないんじゃないかなとは思うんですけれども、半音下げ1音下げのようなダウンチューニングをする機会があれば、まあそういう利点があるんだよということをですね、入れておいていただければなと、そんな風に思ってます。はい、ということでね、今回はこの辺でお開きとしたいと思います。また次回お会いしましょう。大堀123でございました。ではさようなら。